店ちゃんです。というわけで今日は閉店ちゃんの撮影ということで埼玉県にございます大宮競輪場に来ております。いや今日はねホールでの閉店ちゃんではなくてなんとこちらの競輪場で閉店ちゃんということで、なんで私がここにいるのかはよくわかりませんって感じでね、今日はもうスロットでもパチンコでもないので、このね、じゃん、新聞を見てこれから行われる最終レースを予想してね、バッチリ勝ちたいと思いますので、早速それでは場内に入ってどの車券を買うか決めていきたいと思います。行ってきます。はい、来たよーということでね、早速じゃあどっかに落ち着いて座ってね、この新聞を読みながら予想していきたいと思うんですけども、さあどうしようか。ちなみに私競輪は2度目ですね。あれ、こっちか2度目ですね。なので全くの初心者です、よくわかりません。まあでもね、最終レースなのでガツンとね勝って今日は帰りたいと思います。あれ見たことある人いません？あそこに気のせいかな。えいえいの人かな。まあいっか置いといて、じゃあ場内見ていきましょうかね。こうした方がプロっぽい。どこです、ね、どこで座ろうかな。ちょうどいいところ。結構もう最終レース近いのでガヤガヤしてるんですよ。奥さんがいっぱい。あ、ちょうどいいとこに行った。難しい。なんと偶然にもカバンに1枚だけ入ってました。すごいね。よっしゃ、ここから予想していこう。11レースだからここですね。S 級準決、まだね2回目なのでちょっとねまだよくわからないところはあるんですけど、まあサクッと言えば S 級の準決勝なのでみんな強い選手ばっかりね。だって成績優秀な人たちばっかりだもん。まあどうしようかな。とりあえずね、おそばた通りにやろうか。きっとこのね赤のね3番の早坂さんっていう方はすごくいいんだと思う。だって20丸3つついてるもん。で成績もほらずっと S1S1S1 できてるでしょ。で今も S1、 この早坂さんはすごく優秀だから絶対にこれは鉄板ですね。いっぱい丸書いとか9番紫入れて、であと39、どうしようかな。そう、買い方とかもあるんだもんね。どうしよう。いやでもね、せっかくだから勝ちたいからな。3連服にしようかな。今ちょうど10レースが終わったんですけど、なんかね、何やら荒れたみたいで、今ね、2連単ですごいね、金額がもうついてるんですよ。8が1着でしょ？だって全くノータッチですもんね、新聞だと8は。何が起こるか分かんないですよね。だって結局はほら、みんな強いさ、選手のさ、集まりなんだもん。Thank you.
審議中だって。あ、こっち来ちゃったよ。お待たせいたしました。審議の結果、3着は4番と決定いたしました。すごいシビアな感じですね。ふっとしておきましょう。すごい、いくら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 42万だって。すごい。怒ってますね。そうだよね、落車する可能性もあるんだもんね。すごい、坂本龍馬だって。夢だ。すごい、なんか勝手にしてきた。夢だよ。夢ですよね。これ夢だろ。有名ですね。じゃないか。困ってます。困ってんの。はい。何で悩んでんの。いや、今みたいな展開のレースにもうなりかねないなと思って。ああ、まあ11は大丈夫だよ。11はちょっと怪しいと思ったから。おっちゃん買わなかった。危なかった。危なかったですか。うん、あんなん取れんやん。二箇所で怒ってんだもんだ。すごい風格でしたね。すごい。11話でも大丈夫だって言ってくれた。決まりました。いや、難しいですね、いろいろ考えるの。でもとりあえず3連単とあとね2枠単っていうので、ね、買ってみました。3連単は397で、2枠単が98どっちか1着の3。じゃあこのプランで今日は行ってみたいと思います。ありがとうございました。投票券とプリ券をお取りください。買いました。あとは本番待つのみです。
か赤紫来てるよ。3連覚なのから赤紫オレンジとかなきゃいけないんだけど、まだ今缶になってないけど赤紫だな。あそこで鳴らすらしいです。面白いね。何買ったんだろう。うなだれています。気になる。なるほど、そういう買い方もあるのか。ちゃんと書いてんのか、新聞に書いて7来てな、2、3、4の3着売ってて、こうやって買うんだよ。すいませんでした。頑張れよ。はい、ありがとうございます、頑張ります。どうしたの？ダメでした。あ、9な、惜しかったな。9、はい、しょうがねえな。いい線は来たと思います。いい線は来てるな、時間頑張る。はい。勝ち組は違いますね。すごいね、ギャンだけ落ち込んでたのに。まあでもね、ほんといい線は言ってたと思います。ああいう風にいっぱい1枚で買える方法があるのね。ああいう風にしてれば賭けみたいな感じで、保険みたいな感じでできるんだね。よし、勉強になりました。はい、というわけで最終レースが終了しました。いやー、残念です。というわけでね、3連単と、なんだっけ、2枠単かで買って2000円ずつかけたんですけど、残念ながら両方とも来なくて、投資の方が4000円の回収が0円でした。いやー、もう悔しい。ね、いい線は言ってたんですけどね。いや、でもどっから誰かさんは撮ったみたいでしたけど、3連単。というわけで本日お邪魔しております大宮競輪場さん、なんと来年1月16日に倉重記念杯というのが大開催されます。そしてなんと私たちピーマート競輪部がこちらの倉重記念杯の方に参加することが決定しております。当日は皆様と一緒に盛り上がれるような企画なども、ね、考えておりますので、ぜひぜひ皆様ピーマート競輪部のホームページをチェックしてたくさん遊びに来てくださいっていう感じで、今日はね、残念ながらね、人生2度目の競輪負けてしまったんですけど、次回またチャレンジできることがあるのかな、あればその時こそは絶対に勝って帰りたいと思いますので、次回も楽しみにしててください。それではマーソでした。またね。お金は数えております。これだったな。ありがとうございました。お金をお取りください。ありがとうございました。お金をお取りください。
3万プラだ、3万プラ。どうぞ、どうぞ。